さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、清志倉原アカデミーオンラインサロンのアンバサダーであります、新見圭介さんと松島圭次郎さんにねお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。あとクリスティー・インターロック、はい、クリスティー・インターロックさん、はい、うちのワンちゃん癒し部事業クリスティね、今8ヶ月です。すごいだよね。でかい。レディーズ、レディーズ。そう、レディーズね。はい。少女がガールだね、ガール。あとね、めちゃくちゃおとなしい。そう、一切吠えない。本当に吠えない。すごい。はい。で、今日はですね、新しく制作しました、YouTube CM をね、3人で見ていこうと思ってます。お、できましたか。いや、楽しみにしました。大先輩のね、福貝大輔さんが主演のですね、YouTube CM、そしてそれに松島圭次郎さんもね、はい、出演してますんで、ちょっとね、見てみようと思います。いや、これ僕ちょっと楽しみにしてたんですよ、本当に。これちょっとこれねすごい傑作、マジで傑作、多分いいな、なかなかないですよ多分ね、こういうシーンはねないと思うな。見ていきます。令和 FT 接骨院柔道整復師骨粒春右衛門、山奥で接骨院を営んで70年、もはや伝説となっている彼の期待に変えた両手はあらゆる骨の痛みを安らぎへと導き、 FT 割烹 FT 割烹 FT 割烹または来るんじゃぞ。もう遠いね、大丈夫です、ありがとうございます。なんでああ言ってもうか。この時骨粒はようやく悟った。街中で会議をしようと彼は早速山を降りて FT 接骨院をオープン。正体がバレぬよう外見を爽やかにイメージチェンジ。オッケーカモン。前進したんでちょっとメイクしてまた来るんだぞ。はい、また来ます。こうして骨継春右衛門が開業した地域密着の通いやすい FT 接骨院は大繁盛しましたとさ。めでたしめでたし。深谷さんもね最後はいいやーすごいすごい。これもうちょっとこれ流れたら見ちゃうよね。これなんか一個映画作れそうそうそう、これね映画が作れるショートフィルムになりそうだね。いやほんとそう、すごい大作でしたね。大作、うん、大作、結構見応えある、ちゃんと起承転結あるし。いやいやほんとそうですよ、ちゃんと振りも効いてるしね。そう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 。令和 FT 接骨院物語ってね、前は令和のね新見さんがね、令和スカッシーもね、スカッシーもね、ああいい面白かったもんね。ちょっとこの令和物語シリーズいいじゃんいいじゃんいいじゃん。それ2作目。いいじゃん。ちなみにあれですよ、さっきのナレーション深貝さん。あ、そうなんだ。そう。だスカッシー物語も深貝さんのナレーション。そうなんだ。そうそうそう。へえ。やっぱ福貝さんね、ナレーションもうまいですよ、演技もできるし、ナレーションもめちゃめちゃうまい。さすが大先輩ですね、本当。いやもう人生の大先輩、さすがです。いやすごいですよね、大先輩。こんな感じで出来上がりました。いやーこれはちょっと面白いですね。面白いでしょ、これちょっと面白い。でこれがその要は熊本とか、あとは福岡にも開業予定というかするので、これ京電機構様っていう会社様のね、その一つの部門というか新規事業をして、もともとは違う、道路工事とか、そういう工業、工事系、そういうインフラとか、そういう接骨院を開業するということでね、作らせていただいた。だからこれから、ね、熊本をがまず一発目ですね。熊本でね、回収まずして。その京和電機工業。京電機工様の依頼で、山から降りてきたんだ。ああ、そう、この師匠がね。クリスティ、クリスティ、クリスティ。ちょっと変装してメイクで。クリスティ、クリスティ。イケメンに変装して。はい。お客さんがいっぱい来る。なるほどね。やっぱイケメンにやってもらえたらいいもんね。そう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 。やっぱね、おじさんじゃなくてイケメンに変身した方がいいなってことですよ。いいよね、やっぱり。イケメンがね。やっぱじゃあここの。いや、彼めっちゃイケメンでしたね。イケメンイケメン。接骨院の整体師さんみんなやっぱりイケメンなんだ。いや僕は見てないから。見てないかわかんないけど。イケメンでしょうねでも。撮影の時に教えてもらったんですよ。それはもうね、すごい上手でした。すごいな。やってほしいわ。じゃあ実際ね、スタッフの方がね、施術を受けたんですよ。ものすごいなんか、もうね、すごかったですよ。ちょっと触っただけで、あ、すぐここがこうなってますね、ここがこうなってますね。的確に言い当てて、すぐ施術して、そしたらもうすごいスッキリしてましたもんね。そうそう、スタッフの人がね。体触っただけでわかんだもんね、あいつプロはね。そうそうそう、もうすぐ言ってました。ここがなんとかですねみたいな。すごいよ。そしたらもう本人もびっくりして、あ、そうですみたいな。誰それ？ヘイティさん、うちの女の子スタッフが。体触ったら分かるんだよね。このなんか師匠なんてもうすごいんでしょ。だから触んなくても分かる。そう、師匠は触んなくて見て分かる。師匠はもうなんか見て体型を見るだけで分かります。師匠はね、師匠はそう触らなくても。いやーすごい。あとこれなんかね、落ち葉でなんかやってたもんね、4月の。ちなみに撮影で僕出演してたじゃないですか。で僕がされたんだけど、翌日体全身痛くなって、師匠のパワーがすごかったんだ。FT 割烹って CM 上でね、本当はやらないですよ。本当は接骨院ではやらないんだけど、 CM 上の演出でやってたあれはもう背中ね、バキバキに痛くなる。痛くなっちゃう。あれもうその師匠の力任せの技なんで、もう背中の上に乗ってましたからね。背中の上に乗ってこうやってサーフィンしだして、撮影しだして背骨折れるかと思いました。師匠ノリノリだったもんね。ノリノリでしたね。ちなみにこの背景、ロケーション、これがですね、宮本武蔵が、洞窟にこもって五輪の書を書いた場所っていうところ。へえ、あ、それが熊本にあるんだ。そう、霊岩堂っていうんですけど、霊岩堂のところで撮ったんですよ。宮本武蔵さんって熊本の人なの？熊本の人かどうかがちょっとね、すみません、今わかんないけど、その余生を熊本で過ごしてる。で、宮本武蔵のお家の跡地みたいなのもあったり。こういう五輪の書を書いた場所ってそうで、ここもちゃんと撮影させていただきたいで、許可をお願いしたら快く引き受けてくれてですね。すごい素晴らしいところで。いやもうだって師匠なんて木を握力で砕いてんだもんね。手で、すごい握力だよ。あらゆる骨の痛みを安らぎ。この顔完全にいっちゃってるよね、この顔。イメージチェンジ。これ CG 使ってないですか？オッケー。カモン。これ京電機工さん。そうですね。今もう全部スタッフさんね。そうです。黒原スタジオのまた来るんだぞ。はい、また来ます。こうして骨つく春右衛門が大体ね、清志黒原スタジオに社長が出演するんでね。そうですね。大発表しましたとさ、大体の社長がめでたしめでたし。はい、こんな感じです。いやーね、はい、楽しみですね。いやいや素晴らしい。いろんなところで流れるのを楽しみにしています。いやー、これね、面白いですね。ってことはこれはあれですかね、九州、まずは九州ですね。はい、なので熊本県とかね、福岡にいらっしゃる方、もしかしたら YouTube を見てるときにこの FT 接骨院物語がね、流れるかもしれませんので、はい、その時はぜひ本編まるまる見ていただければと思います。はい、あとはそうだ、その地域にいない方もですね、倉原プロモーションチャンネルの方で見れますので、ぜひ倉原プロモーションチャンネルの方にもね掲載しておきますので、ぜひご覧になってください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。はーい。